波動。阻む者は切り捨てるのみ。曹操様の邪魔はさせねえだよ。おいらが相手だぞ。はっ、はっ、はっ。兵器を運んでまいりましたぞ。早速打ちかけてやるとしましょう。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。炎症陣、よくも抗うな。だがわしの歩みを止めることはできぬぞ。どうにか曹操の進行を食い止めた。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。ええ、この後曹操とどう相対するか。孫悟にとって最善の道を探らぬ。勝敗は陛下の手。またお相手願おう。やったの。見事曹操軍を追い返してやったわい。大軍を要してこの結果とは、曹操も未熟な若輩者に過ぎぬか。戦勝、まずは頂上。このまま急ぎ曹操と対話すべきです。武林での戦に勝った今こそ講和の好機。こちらの条件も通しやすいでしょう。果たしてそううまくいきますかな、長将殿。だよな。曹操は天下を狙って大きく動いてるんだ。この程度の勝ち負けで講和まで考えるかね。ならばいかにして曹操の大軍を防ぐ。今や天下に曹操に対しうる者などおらん。我ら孫悟が単独で戦って勝てる相手ではないのだ。故にここは講和の一手しかあるまい。まず大きく条件を出し、少しずつ引けばよい。そのための好機が今だと申しておるのだ。殿、曹操軍の使者として曹丕殿が参られました。先の孫悟の戦ぶり見事だった。我が父曹孟徳も痛く感心したようだ。ついては孫権殿と狩りに興じたいそうだ。水軍80万を率いての狩りをな。は、80万。断ればどうなる。うん、さほど結果は変わるまい。暴れる虎は狩られるだけのことだ。聞きましたか殿。とても曹操には太刀打ちできませんぞ。殿、俺は劉備に会ってきます。この状況変えうるのはあの男でありましょう。劉備、曹操に敗れ慶州を脱したと聞いた。なぜか曹操は劉備を執拗に狙っています。奴にとって劉備は何らかの脅威なのでしょう。それが何か、劉備という男が何を持っているのか、劉備と会い確かめてきましょう。そこに曹操打倒の希望もあるやもしれません。わかった。劉備のことはロシクに任せる。曹操と戦ったとて勝てる見込みはないに等しい。それは長将の言葉の通りだ。だが
戦わねば、座して死を待つようなもの。父上、兄上、私はどうすれば。曹操軍と孫吾の戦力差は歴然だが、降伏したところで孫吾の明日はない。おそらく水上での戦の練度は孫吾が勝る。しかし相手は80万の水軍だ。濁流に飲まれるように打ち破られるだろう。教えてくれ孫策、この難局に私はどう立ち向かうべきか。降伏しかありません。80万の水軍になど勝てるわけがない。いや、80万はおそらく脅し、実勢はその半分にも満たないでしょうな。だとしても孫吾を飲み込むには十分な大軍よ。さらには曹操は帝をいただいておるのだ。曹操に抗えば官室に弓引く逆賊となるのだぞ。殿、江東六軍の民を思われよ。ここはどうか降伏をお入れください。長将殿、曹操は帝をいただけど帝ではない。奴はかつての董卓と同じ関心の類と言えましょう。ならばこれに下り屈するなどできませんぞ。それこそ孫吾の皆が泣きましょう。我が孫吾の意見は大体こういったところだ。諸葛亮殿はどのように考える？今この状況、道は一つしかありません。我が主劉玄徳と結び、共に曹操を討つのです。ふざけたことを申すでない。千にも満たぬ将兵しか持たぬ汝らに何ができる？今兵の高を語ることに意味はありません。劉備殿の人徳、そしてこの私の志望、これに孫吾の治癒を合わせ曹操の軍を退けます。何時の志望だと？えい、どこまでも馬鹿にするか。もうよい、結論も出ぬようだし、ここは一度休憩しよう。周囲の到着を待って議論を再開するぞ。では解散とする。私の選択が孫吾の命運を決める。だが悠長に考えている時間もない。ならば私は決断せねば。殿、何が正しい選択か私には分からなくなった。降伏は望まぬ。だが開戦して敗れれば惨禍は免れない。民のことを思えば降伏が正しいのやもしれぬ。皆曹操に怯えているのです。自分と家族、孫吾の行く末を思うあまりに。ですがお考えください。降伏した場合のその先のこと、俺たち将兵は曹操に召し抱えられるかもしれません。ですが殿、御身はどうなりましょう？よくて辺境に報じられ、一生を虚しく終えることになるのですぞ。私を案じてくれるか。ありがとう、ロシク。だが私のことはいい。今は皆にとって孫吾にとっての最善を考える時だ。父上、兄上、お二人ならどう進んだろうな。お悩みのようですね、孫権様。姉上、すみません、お話を聞いてしまいました。
以前孫作様は孫権様に言っていましたよね。うちのことは長将様に、外のことは周瑜様に尋ねろと。全てを一人で背負うのはきっと辛いです。でも皆さんと一緒ならきっと。周瑜様が何か答えを探しているようです。今はそれを信じて待ってみませんか。姉上、おっしゃる通りです。一人で抱え悩むことはないのですね。頼みとする皆がどのような考えを示すか、私はその言に耳を傾けることにしましょう。周瑜よ、どうするつもりだ。我が輩は孫悟の武人、降伏など決してせぬぞ。ええ、私も同じです。降伏の道は元よりないと考えています。しかしこちらは劉備の軍を合わせても5万、これでは曹操に勝てない。いかなる策を用いても勝てないのです。周瑜。周瑜殿ともあろうお方が随分と弱気ですね。お前は諸葛亮、私に何か用か。用というほどのことは、ただ少しお話をと思い参りました。あなたはこの逆境にあって一心で孫悟を背負おうとなさっている。何があなたにそうまでさせるのですか。ならばと、お前こそ何故劉備殿に仕えている。一片の領土すら持たず逃げ惑うだけの男、それを主と仰ぐ存念は何だ。それは、なるほど、それが周瑜殿の答えですか。ああ、私は孫権殿に王たる器を見た。お前が劉備殿にそれを見たようにな。そしてその器には亡き友との夢も満ちているのだ。わかりました。では今語るべきはいかにして曹操に勝つかです。聞いていただろう、曹操に勝つ策などはない。周瑜殿のことです。すでにいくつか策をお考えではありませんか。例えば家計など。恐ろしい男だな諸葛亮。さすが画僚と称されるだけはある。確かに家計がなれば活路はあるだろう。水軍を焼き払えば曹操は長江を越えられまい。だがこの時期は風が悪い。火をかけても燃え広がることは期待できぬ。そうですか。ですがお気づきですか、周瑜殿、今年の冬は随分と暖かい。こんな冬には長江の風も変わると聞きます。曹操が布陣する雨林に向けて吹く東南の風へと。何？それは本当か？天の時、地の理、人の和、今ここにそのすべてが揃いつつあります。周瑜殿、今こそ我らと結び曹操と戦う時なのです。周瑜よ、この話まことなれば勝機はあるか。ええ、風を頼みとする不確かな策ですが、そこに活路が開けるのならあの曹操にも勝てる。孫権殿。周瑜、よく来てくれた。今
降伏か決戦かで意見が割れている。お前の考えを聞かせてもらいたい。恐れながら申し上げます。曹操軍は大軍なれど、その一部は袁紹軍の残党と慶州軍です。統率と士気に不安があるでしょう。つまりは数だけの軍です。大軍と呼ぶほどの実を伴っていません。加えて曹操の軍は水上戦に慣れておりません。これは水上の戦に慣れた我らを優位にします。さらにはこの冬の長江を下ってきたのです。曹操軍の兵には必ず病に倒れる者が出るでしょう。つまりは曹操軍とて無敵ではありません。付け入る隙は必ずあります。ゆえに周公瑾、身命を賭して殿に進言いたします。曹操と戦うべしと。バカな周瑜よ、血迷うたか。周瑜よ、曹操に勝てるのだな。はい、諸葛亮の助言を得て曹操に勝つ道を見出しました。無謀だ、戦ってはならぬ。長相殿、これは降伏か決戦かという選択ではないのです。殿と曹操、どちらが天下の王たるべきかという選択なのです。天下を統べる者は曹操にあらず、我ら孫吾の主君孫権殿である。な、周瑜。殿。殿、私の意は決した。我ら孫吾は劉備と結び曹操を討つ。これより先異を唱えることは許さぬ。それはこの孫忠謀への反逆と思え。今こそ決戦の時、皆孫吾の明日のため私に力を貸してくれ。父上、兄上、これが私の決断です。必ずや皆と共にこの孫吾を守ってみせます。はっ。孫権殿、我らと同盟を結んでくれたこと感謝いたします。礼を言うのはこちらの方だ。大徳劉備殿と盟友となれたこと光栄に思う。そちらは妹君の将校殿でしたな。またお会いでき嬉しく思います。私もよ、劉玄徳様。この戦い一緒に頑張りましょう。しかし恥ずかしながら私どもは小勢です。軍に加わったところで戦力としては微々たるもの。なんとか勝利へ貢献できればよいのですが。劉備殿、この戦、皆様の助力なくして勝利はない。どうかよろしく頼みますぞ。では我らはこれで失礼する。策の準備があるのでな。はっ。ではまた後ほど。必ずや我らの手で曹操を打ち倒しましょうぞ。曹操との決戦はそこまで迫っている。準備は抜かりないか今一度確認しなくては。はっ。敵の船に接近、降伏に策の勝戦。よき死に場所を得たわ。お、皆、ここから一歩も引いてはならんぞ。炎症陣、仲間にひどい真似をしおるわ。もはや孫吾にわしの居場所はないのかの。ああ、おいたわしや郊外殿、曹操殿ならそんな真似は決して。しゃあ、ああ、いや、敵さんの、そ、確かにこん、おお、
決戦。あつ、船を。この辺りでいいでしょうか。今だ、みんな一気に攻め込め。敵中だ。ありったけの矢を追いかけよ。これぐらいで十分ですかね。曹操軍の皆様、矢をどうもありがとう。しまった、敵の計りごとであったか。十分な例の。これ決戦の準備万全であろうか。お見事。いやはやとても真似できませんな。こんな短期間に10万本の矢を集められたか。技法はうまく曹操軍に伝わったようだ。国で敵はよし、今は休み。曹操の船団が南に動き出したようです。ついに来たか。家計はいつ起こすのだ。今火をかけても効果は得られません。しばしの時が必要です。ここで敵の攻撃に屈しては家計を。わかった。燃やすにはこの。ついに決戦の時は来た。曹操軍、火を見て敵を挑発する船を出す。みな、それまでは奮戦し持ちこたえよ。兵が船酔いしている最中に敵とは、これは厳しい。敵者がダメだ、気持ち悪くて動けねえ。なよい対策をしておけば、兵たちも私のように息が絶えないに。報告に進。成功だ。この結果を誇ろう。こんな、ここは。敵さん、船、あい。私が迅速に排除する。炎症陣、やれやれ、見つかっちまったかい。ちょいと手荒だが、おとなしくしてもらうよ。信者をみすみす逃すとは、この失態厳罰に値しよう。戦の後で歌が吹っ切られてしまいました。世が平穏を取り戻したら忘れるな。
これで敵さんはいなくなったね。さて、さっさと進んじまおうか。さあ、ここまで来ればもういいだろうさ。敵さんに船をつなぐよ。触れて回れよ。敵を蹴散らせ。我らの謎解きは誰にも阻ませぬ。ここは戦略上の要地です。進軍を停止し防衛する。地を制することが戦の腰よ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。地を制することが戦の腰よ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。ここで決める。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。進め進め。我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。ここまで抵抗されちゃかなわんな。あんたらの企み暴きたかったんだがね。あっしが船酔いを直してやるよ。船を全部つないじまいな。それで万事解決さ。みんな、いいことを聞いたぞ。船をつなげばもう酔わないらしい。あなたのおかげで助かりました。さあどんどん飲んでください。ここで決める。勝利の前祝いだ。そっちもたはんと飲みなよ。あっしの仕事はこんなもんかね。孫家の誇り貫いたまでだ。孫権様、狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め